に赴くことになりました。三成が属する西軍は小早川秀秋の裏切りに遭い窮地に立たされていたのです。歴史ではこの戦で石田三成は大敗北をするにゃん。小早川が裏切るとはもはや我らの負けです。負けだと？たわけ！戦はまだ終わってはおらぬ。ミスベイ、ミスベイはおらぬか。なんでございましょう。何か打つ手はないのか。妖怪軍師であればこの窮地を打開する策を見出せるであろう。と言われましても。この戦勝たねばならんのだ。いいのか、ミス。このままではお前の大切な殿は戦に倒れてしまうぞ。救いたくはないのか。救う？そりゃ救いたいですけど、私にはどうすることも。お前の力を敵軍にて発揮するのじゃ。大将を惑わせれば形勢は揺らぐぞい。私の力を？さあ、お前の中にある後悔をやり直すのだ。新たな道を進むのだ。それでよい。三成様、実は私妖怪軍師などではありません。私の本当の名は妖怪知ったかぶり。私の申すことは何の確証もなく、妖怪軍師としての窮地を救う力などもとよりないのです。なんじゃと、この三成を欺いてきたと申すか。はい、これまでうまくいったのは三成様の持って生まれた強運のおかげ。私全責任を取り、このまま敵陣へ行って知ったかぶりの力で敵の判断を狂わせてまいります。そこを攻めてくださいませ。では行ってまいりまする。これで歴史は動く。誤った方向へとな。もうよい。それをやったとしても何も変わらぬであろう。すでに戦は決しておる。じゃがわしは最後まで戦うと決めておるのじゃ。わしには分かっておる。わしのなすべきことは勝つことでなく、この意志を歴史に刻み後の者へと残すことなのだ。三成様。さあウィスベ、わしに勇気をくれ。これまでのようにな。勝機は大いにある。なぜなら先ほど飲んだ茶の茶柱が立っておったからじゃ。間違いあない。我々はこれより最後の出陣をする。これは石田三成自身の決断じゃ。ミスベ、お別れじゃの。長きにわたり騙して申し訳ありませぬ。よくも10年にわたり我を騙し続けてくれたの。おかげで楽しき人生であった。お前は迷うよりも先に進まねばならぬことを教えてくれた。わしの行く道を照らす光じゃった。私が光？しかし一度そなたを見たかったの。もののけとはどんなに恐ろしい姿なのか。つるんとしております。そうか、つるんとしておるか。分かった、達者でな、ミスベ。三成様。愚か者め、結局何も変わらなかったか。慶長5年、関ヶ原の合戦にて石田三成は敗れ、その一生に幕を下ろすことになるのです。その人生にあるもののけが深く関わったことは記録に残されてはいません。